こんにちは。今日は、大野時代。実はカバー取るとピンクだって知ってました？知らない人多いでしょ。大野時代1の第2部。大野時代。大野時代の始まりと移行期。読みます。P44 ページから。1、大野時代が始まり変化したこと。大野時代は西暦2014年平成26年から始まりました。この5年前の2009年平成21年から宇宙光線が太陽系に届き始め、日が昇るように徐々にあなたの体に変化をもたらし現在に至っています。この宇宙光線は心を成長させる目に見えない光線です。これが当たる昼の時代は、心が成長し、見えないものが見えるようになる時代です。実際に、竜や天使の羽、精霊たちの形をした雲、そして UFO が目撃されています。今まで、虚像の世界とされていた創造物が、目の前に姿を現しています。夜の時代は、宇宙光線が当たらず、心が成長する代わりに、物質文明が成長します。見えるものは見えますが、見えないものは見えない時代でした。だから、他人の言うことを信じず、疑心暗鬼になることもあったのです。宇宙光線は、私たちの心を成長させる光線です。夜の時代は、この宇宙光線が当たらないので、心が成長せず、ご先祖様や神様の言いなりで動いていました。さらに、一人ずつ鬼が監視していて、私たちの能力とは関係のない力によって苦労を強いられてきました。これも神様の力により、物質文明を成長させるために善なるルールでしたので、夜の時代の苦労は必要でした。苦しく自殺しないようなルールを作り、お金という少しの報酬で生活を縛り、一夫一婦制で家族という縛りを作り、その苦しみに耐えられる環境を作り、私たちはこの世界を発展させたのです。2、王の時代はピンピンコロリ。しかし、その時代が終わり、王の時代への転換期には宇宙光線が当たり始め、いろいろな方法で宇宙光線に耐えられる体へと自然が変化させてきました。この一環が菌やウイルスによる遺伝子や細胞の変化です。この宇宙光線が変えたもので、あなたが一番実感するのは肌です。ご自分の肌を見てください。50代、60代の方であれば、特に実感できると思います。ご自身のお母様やお父様の手は、働き者の手と呼ばれるしわくちゃで浅黒く、肌のキメの粗い肌でした。しかし、今の50代、60代の方は、少しはシワがありますが、昔の方とは比べ物にならないほど綺麗な手をしています。周りの人を見比べてみてください。図5。最近の研究は老化を遅らせるというより代謝を若い時に戻すという方向で作られています。これが進むと細胞培養により再生させる方向へ手頃な値段で購入可能になります。実際にやけどで自分の肌を 80% 失ってしまった女の子の皮膚から培養した皮膚組織をスプレーして肌の再生に成功した事例があり、セレブの再生化粧品に応用されています。
また指を切断し細胞外マトリックスで再生した情報も出てきました。こちらは年齢も若返るので驚きです。このような変化を自然は徐々に繰り返してきました。これらのことから見かけ年齢が徐々に若くなっていることに気づきます。図5、寿命までの年齢曲線を見てください。さっきのですね、はい、これ普通ね、今までの人はこう上がるとだんだん下がってて、こうあの世に近づくんですけど、これからの時代はこうずっと元気でいられて、ある時ポッと寿命になりますよっていう曲線です。これは王の時代になると40代からの見かけ年齢が止まり、年をとってもあまり老けていかないために起こった変化です。これは宇宙のルールが働き出し、自然界の力が働くことになり、人間も自然の一部として働き始めたことによります。動物を見てください。猫や犬でさえ3、4年したら見かけの年齢は止まっています。老衰の直前まで年齢はそれほど変わりません。この法則が人間にも働き出したので、死を迎える直前まで元気で発達と生きられる時代へと変わります。まさにここ何年も提唱されているピンピンコロリは王の時代の生き方でもあります。大宇宙は目に見えない部分で、人も動物も植物も全ての細胞や遺伝情報を変えるようにプログラムを作り、あなたの移行期に備えています。王の時代へ向かう100年も前から少しずつウイルスを使い思考を変化させてきました。だから数十年に一度パンデミックが起こってきたのです。しかし私たちは見える部分しか理解しようとしないので、ほとんどわからないでしょう。残酷なことですが、これもそのルールなので仕方がないのです。3、祖から王への移行期は500年。王の時代が始まったといっても、楽しい世界へすぐ変化するのではありません。徐々にその時代のルールを壊し、王の時代へ移行していきます。ゆっくり500年間をかけて変化を繰り返します。つまり2つの時代の変化期こそ今、あなたたちが生きている移行期なのです。この移行期はなんと500年間も続きます。今がっかりした人いますよね。私もこの500年と聞いてのけぞってがっかりしました。本当がっかりしました。もう騙されたと叫びましたから。バイオ理論に出会い、王の時代にもうすぐ入るよ、楽しさから学ぶ時代に転換するよ、今の苦しみは終わりになるよ、こう説明があり、日々楽しみに暮らしてきました。苦しいことにも耐えてきました。なのに移行期が500年ですという言葉は、私に絶望さえ感じさせました。あなたも思いませんか？ただこの絶望はその思考であることに私は気づきませんでした。なぜなら移行期が500年間続くと聞いたのはその時代だったからです。その時代に感じることは絶望や苦しみの感情をかきたてるものばかりです。当たり前なのです。しかしちょっと考えてください。明日から変わるはずもなく、
混乱だけが起きてしまいます。ん、あ、すいません、ちょっと飛ばしました。しかしちょっと考えてください。昨日までその時代のルールで苦労を強いてきた社会が明日から変わるはずもなく、混乱だけが起きてしまいます。その証拠にコロナでテレワークになっただけで、離婚だ、解雇だ、自粛だと大変な騒ぎになっていますから、500年間も移行期は続きますが、あなたは今までのその時代に生きてきました。だから王の時代の変化は6年経っただけで劇的な変化を起こしています。ですから大丈夫です。その時代のルールは世界中を覆っていますので、このすべてを変えるのに500年かかるだけです。あなたの価値意識や生活様式はなんとあと3年もしたらガラリと変わります。宇宙レベルがプラス1へ、わーわーこのレベル引き上がるのが3年後とお話ししましたから、図まで作って、ここでその時代から王の時代に入る瞬間の変化を世界と日本の重大ニュースから抜粋してみます。まあ、ここから48ページ、世界の変化、ここら辺述べていったんですが、今回はここまで、44ページから48ページまで。またね。